カンパンちゃん、仲良くしよう。カンパンと私は仲良くしたい。こんにちは、ヘアメイク職人バキコです。今日はそばかす、シミ、カンパン、混在中ということでやってまいりたいと思います。このチャンネルでは40代、50代以上の悩みをヘアメイクで解決しております。チャンネル登録といいねボタンどうぞよろしくお願いいたします。ということで、今日はゲストの方に来ていただいております。由美子さん、どうぞよろしくお願いします。失礼なようですが、そばかす、シミ、乾パン、混在中でございます。はい、はい、ね、はい、悩んできたね。はい、頑張ったよね。頑張ります。はい、今日実は私が前やっていた、オンラインレッスンのメンバーさんだったんですけど、まあね、あなたはすごく真面目な生徒さんでいらっしゃいました。非常に素晴らしい先生がいいから。先生でもないが一緒に頑張ったよね。なんかね、一緒になんか相談しながらやってきたなっていう感じがすごいあるんですけど、メイクを実際彼女がやってるのを今日見させていただくのは初めてなので、楽しみにしております。お願いします。はい、色が白いよね。白いですか。そばかすがある人って結構こうなんかやっぱり透明感のある人多いんだよね。だからそばかすの方に意識取られてるから自分ではなんか気づいてない人多いんだけど、私をまだ知る前はどんな風にこうメイクしてたんですか。この知る前は、うん、お姑さんが、うん、色白ではないけれども、シミが全然そばかすも乾白もなくて、とっても綺麗な肌をしているので、デパコスなんですけれども、同じ化粧品を使ったらいいかなって真似をしたんです。美容部員さんのアドバイス聞いて、それやったらきっと間違いないと思って、やってました。その時ってどんな感じでした。自分で隠れてました。そのなんか満足いく、なんか自分の好みとは違う気がしていて、まあ、シミ、そばかす、カンパンは、まあ、つけた時はまあ隠れている瞬間はあったけれども、やっぱり夜にお化粧を落とした時に、落とした方がなんか自分の肌綺麗って、まあ、こんだけシミ、そばかす、カンパンあるんですけど、落とした時の方がいいなって、思う毎日でした。これは楽とかなんとかじゃなくて見た目もっていうことですよね。そうです。これはやっぱりコンシーラーとかファンデーションつけて、コンシーラーつけてみたいな感じだったんですか。ファンデーションだけ、コンシーラーもファンデーションも、まあそれこそパウダーも全部つけてた。そうですね、全部つけてましたね。割と厚塗りっぽくしてた。はいはい。そうするとやっぱりこう撮った時に 何がいいって、これやっぱ透明感でしょ。今思えば透明感だったんだと思います。自分でもよく分かんないけど、化粧を何のためにしてるのか分からなくなっちゃってましたね。なるほどね。でもそういう人多いような気がするな。日焼けしたくないから、まあ、つけるのは必要なんだろうなぐらいに思ってましたね。ああなるほど。はい、これ以上シミとか乾パンとか、はい、増やさないためにお化粧するとしとけば日焼けしないだろうみたいな、これ以上増えないだろう的な。だんだんお化粧する意味が分からなくなってきていたけれども、まあ、最低限日焼けをこれ以上しないシミ、そばかす、乾パンなどを防ぐためにはやっぱりしなきゃいけないのかな、お化粧ってってぐらいにだんだんなってました。なるほど。はい、今から思うと、厚塗りになっていて、なるべく少しずつつけてるつもりでも、だんだんその結局ファンデーションを塗っているのと同じぐらいにコンシーラーを塗ってるような感じにもなっていたし。そうなんだよね。わかる。どうしても隠したい方向に意識が向いちゃうとね。はい、で今現在でもそれでももうずっと
もう研究 し続けてるよね。はい、すごいよ。いえいえ、本当に、うん、っていうことで今日焼け止めまで、はい、私やらせていただきました。今現在たどり着いたベースメイクをちょっと私見てみたい。はい、これが正解とか不正解じゃないよ。あのやっぱり肌によって必ず合う合わないとか好みとかあのよれ具合とかいろいろっていうのはあると思うのよ。だけどもうこういろいろ試行錯誤したが、本当ね由美子さんとはね、結構一緒に取り組んできたなっていう感があるんですよ。私もあの皆さんにいつも私言ってるんですけど、先生じゃないんですよ。ただ経験があるからアイデアを提供できる人、あくまでもアイデアだけど、それが合うか合わないかは自分で試してやってみるしかないんですけど、こういう考え方をすればいいんだ的な、その同じ自分の好きあのコスメでも、あこういう使い方をしてみようとか、そういうなんか発想の転換になればいいなと思って、私は YouTube をやってきてるのを、まさにあの由美子さんはねうまくこう実現してきてくれたかなと思うので、それをちょっと私ですね見てみたいということで、じゃあやってみてもらいましょうか。はい、お願いします。はい、じゃあ早速由美子さん、はい、お願いいたします。お願いします。はい、下地、はい、今あ日焼け止めは塗ってて、アビリティさんの日焼け止め塗ってて、これは和樹玲子さんの薬用エクセレントミルキーファンデーション化粧下地ですね。イエロー、黄色い日焼け止め、日焼け止めじゃない下地です。こんな色、今ちょっと濃い色塗ってます。これを なんか変なとこ映っちゃった。これ基本的にはそばかすの上に塗ってる感じ。あ、顔全体に使ってます。使ってる、はい、うん、なんでこの黄色にしようと思ったんですか。今まで結局オバベで、うんうん、くすみがちだから、うんうん、下地はどちらかというとピンク系のものがいいよっていう、うんうんうん、それと私の場合はそばかす乾パンシミあるから、うん、やっぱりファンデーションなしは難しいかもっていうことで、うん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 、ファンデーションをまあ薄くベールをかけるように、うんうん、あのということをまあ、うん、実践してるんだけども、うん、その色選びもだからちょっとピンクがかったものを選んでるんですけど、うんうんうん、でも、よくよく考えてみると自分って昔からちょっとこう、うん、つけた時よりもちょっと時間経つと、うん、なんかこう膨張してなんかこう赤っぽくなる傾向があって、うんうんうん、でそのせいなのかなんとなくやっぱりこう厚塗りしてるような気がしていて、でふっとそのこの黄色下地の話を聞いて、そのファンデーションと下地がピンクピンクをやめて、ファンデーションはそのままで、で下地は実は使ってなかったとか、あのアビリティの UV ミルクを使って、うんうん、その後にファンデーションだ、うん、をしてたんですけど、一個この黄色い下地を挟んで見たんです、うん、そうしたらカバー力もあって、うん、だからそれだけでも結構シミ、うんうん、もろもろが気になる度が減ったので、うん、でそれと色がなんか透明感が出たような気がして、うん、でツヤもあるし、うんうんうん、で結果的に後から使うセムの量も減ったような気がするんですよ。それで使い始めたって感じですね。そうです、もう大当たりだったねと思います。はい、すいません、ごめん、ね、ごめんな、途中があれだったけど、あのいえいえ、はい、そうなかなかねメイクしながら喋れないんだよね難しいとこだな、これね。ちょっと見よう。いつも通りは難しい。いつも通りは難しいね。見てるしね、喋ってるしね、映されてるしな。いろいろな、いつもと状況が違うからね。いやなかなかいつも通りにはいかないよ。ということで皆さん、言い訳してあげてください。すいません。多めに、多めに、多めに。はい。ファンデーション。はい。こちら。これはもう由美子さんが普段使ってる私物でございます。カネボライブリースキンウェアオークルシー、はい、
筆塗りですね、キシブラシで、はい、特にやっぱりあれですか、そばかすとかが気になるところを中心に塗っていくって感じですかね。そうしてます。はい、そういう感じですね。はい、ここで私今チェック入れていいですか。こちら改善点でございます。薄くつけてるつもりなんだけど結構ねしっかりついちゃってるんですよ。これもうちょっと薄くを、もう本当にベールをかけるようにつけてほしい。私が優しく優しくって言うから一生懸命頑張ってると思うんだけど、もっとつける量が薄くていい。でいっぱいついちゃって、それを優しくトトトトトンって、これは時間かかる。もっと薄いのをかけてって、足りなければ足す方が時間の短縮みになると思います。で固まりにくいし、なのでちょっと今伸ばしましたけど少しね、これをゆみこさん見える？はい、もうここの部分でいいんですよ。この伸ばしてる、はい、ここじゃなくてここの部分、もしこっち持ってくるんだとしたらここでしっかり、ここはもう結構しっかり伸ばす。ここでこうやってふわー、ここで優しくやっちゃってると、ここに上側にこう固まって残るみたいになるので、ここではしっかりなじませてください、手のひらでは。でこの状態で これぐらいの感じで薄いのをかけていく。ここのなじませ方が多分弱いと思う。この手のひらでのなじませ方が弱いから固まって厚塗りっぽくなっちゃうから、この薄さで重ねていく、はい、っていう風にしてみて、はい、うん、薄い膜をわーってかけていく感じで、特に隠したいところを重ねていくって感じです。薄いのここでのなじませ方です。そうですね、手のひらでの、なじませ方がちょっと弱かったかも、うん、うんうん、はい、うんうん、いいんじゃないですか。でちょっと一箇所言うとしたら、一箇所ね言うとしたら、ゆびこさんここに肝斑がなんとなくあるんですよ。あと骨格とかの問題もあるんですけど、ここに赤みが残るとここがグレーに見えやすかったりして、この肝斑が気になったりするので、ここはちょっとこう赤みを少し取っといてあげたい。あ、もうないのねここちょっとこう重ねてあげるとか、はい、でやってあげるというか、ここですね、ここだからチークはここに乗らない方がいいです、絶対、はい、うん、これはまあゆびこさんの場合なんで、皆さんがね、自分の顔、これはやっぱり研究なんだよ、見た時にその肝斑が気になったりとかする原因っていうのを探った時に、私はここの赤みが残ると気になるなっていう判断をしましたっていう感じ、うん、うん、うん、はい、続いて、はい、シミですね。そうです、眉のところの、はい、シミを、はい、セムです。セムの 1.5、はい、使ってらっしゃる、はいですね、この眉のところのシミをまず消してる。なるほど、眉のラインに合わせていらないところを消してる感じ。そうです、うん、上か上手にやってるよ本当に。松葉してね、かわいいねどこが気になってるの？この辺なんですよね。うん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 、分かる分かる。ここがやっぱ筆の方がやりやすい。熱くなっちゃうから。筆でやったり直接やったりなんですけど、うん、これはセムのピーチベージュ今使ってます。はい、うん。
うんうんうん、そこが気になってるんだね。ですね。でこのこっちだと、うん、このビーチベージュだけでいくかな、うん、こっちだと、うん、もうちょっとこの頬の高いところと外れたあたりもあるので、うんうん、それはさっきの 1.5 と混ぜたりやってらっしゃるしています、うん、じゃあそれでじゃあとりあえずこっちの右の顔だけちょっと仕上げていきましょうか。はい、はい、こちらキャンメイクグローフルールチークス03番お使いです。はい、だから、うんうん、ポンポンポンと、うんうん、これぐらいを使ってる、うん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 、以上そんな感じですね。はい、OK、じゃあ特に乾パンとかは消さないでシミだけに注力してるとかですね。どっちかというとね、現在はね、もう汗いっぱいかくので、うんうん、もうそこで頑張っても、うん、結局はなんかやらなかったことになってるみたい。なるほどね、わかるよ、それはすごくわかる。まあでも今の感じだったらこれでいいのかなと思う。でもカンパンちょっともうちょっと消したいなっていうのはやっぱり思うんだよね、なんとなくね。はい、でもこれは挑戦してみたことあるの？これどれ、カンパンを消すこと。あー、なので、うん、まあ一時はファンシーラー使ってみたり、うんうん、三吉とか、うん、使ってみたけども うまくいかなかったんです。うんうんうん、うん、ちょっとねこれはうまくいくかわかんないんだけど、ちょっとやってみるか。これ高子さんが好きな今気に入ってるのがこの MIMC のミネラルクリーミーチークサニーピンク01番っていう色です。結構パステル調の薄いピンクなんですよね。で確かにこういう色だと乾パンは目立ちにくい。やっぱオレンジ系とかだと結構乾パンって目立ちやすいんだけど、でもこれで今収まってる感じよね。でもちょっとオレンジっぽいんだよこれがね。だからここをちょっと避けるようにちょっとこっち実験してみていい？うまくいくかどうかはちょっと分かんないけどやってみる。じゃあこれをちょっとこの辺ね、でここにちょっと乾パンとシミが重なってるようなものがあるわけですよ、由美子さんがね。この部分ですよね、この部分。あんまりこの先ほど言ったこの部分には入り込まないように、テイク優しく、でやっぱここはちょっと消していこうかな。これを今このシミを消していく。もう乾パンとシミが今それこう合体ガッチャンコな感じなんですよね、うん、多分ね。これを先ほどのこれかな、やっぱピーチベージュかなと思います。このままトントンでこれでぼかしてるぐらいのイメージでやったらどうかなって私は今思っている。ですかさずポンポン、ちょっと正面見てみて、いい感じじゃないの。ちょっと消えている全く完全には消えてないけど、もしくはちょっと今思った、ちょっと本当に乾パンとかだったらこれこのセムを薄く取って、この方が薄く綺麗に、乾パンのボヤーンってする人はこの方がいいかもしれない。ボヤーンってする乾パンさん、もしかしたら。でもシミと混在してるからちょっとこれだと大きいかもね。なので本当にそこだけピンポイントでやるのでちょっとちっちゃめ
でやったらどうだろう。私も試行錯誤です皆様。ここなんだよ。なかなかうまくいかないね。なかなかうまくいかないね。一瞬消えたけどね。鏡で見た時と生で見た時と違うのが乾パンなんだよ。厄介なのが本当に。乾パンちゃん仲良くしよう。乾パンと私は仲良くしたい、うん、まあでもあんまり塗りすぎるとこれ以上はダメだから、まあ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 こんなもんかな。うん、まあね、乾パンって結構難しいよね。なんだけどここは私もいろいろ引き続き研究していこう。またなんかさ、由美子さんもさ、バカ子さんいい方法思いつきました、これいい感じですっていうのあったらまた LINE ください。送ります。今オンラインサロンにも入っていただいてるんで、いつでもコンタクトが取れる状態なんでね、ぜひ引き続きみんなと一緒に、またコメント欄で私はこういう風に対策していますっていう人がいたら、ぜひコメントで、こういう方法いいっすよっていうのがあったら教えていただきたいなと思いますが、ということでちょっと最後綺麗にアイメイクせっかくなんでやらせていただいて、仕上げていきたいと思います。ということで完成。アイメイクもちょっとこのお洋服の色に合わせて少し、ラベンダーカラーの、アイメイクにさせていただいて、目が大きくてねはっきりさせているので、アイライナーをちょっとやっぱりラベンダーカラーのすっきりした目元にちょっと仕上げました。はい、って感じでどうでしょうか。はい、すっごい嬉しいです、はい、ね、透明感あるね、はい、透明感ある。まあ乾パンは引き続きお互いに研究しましょうよ、はい、ね、まあ悩みながらも楽しんでいく仲間として今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではご一緒に、はい、バイバーイ。チャンネル登録